はい、どうも、ヒロです。ハダースフィールドタウンキャリア続きやっていきます。で、今回はチャンピオンズリーグのバイエルン戦やっていきますと。んで、バイエルン終わったら次回は、カップ戦のリーズですね。リーグ戦も、順調に来てまして、チャンピオンズリーグも順調に来てます。んで、今回のスタメンなんですけども、別に疲れてないね。古巣の、対決ですね。アルプ使って、で、ヤングクームスですね。まだゴール決めてないんでね、なんとか決めてほしいんですが、で、ヌメッチャ、スミス、カセレス、ジュニア、ドイル、マイナ、シンプソン、キャプテンマークで、オホボ、ペリンで、で、ムリッチというメンバーでやっていきます。で、ベンチがこのメンバーですね。いやー、ちょっとね、オライリーはね、もう移籍するので、基本的に使わずに、その若手というか、能力低い選手を使って伸ばしていこうかなと思ってるので。オライリーはもう冬にね、いなくなるのでね。ですね。まあ前回がユナイテッド戦やってすぐ中2日なんで、まあどうしても控え中心になっちゃうんでね。いやー、で、これまたバイエルン終わったらね、中2日で、バーンリー戦でしょう。で、また中2日でリーズ戦なんですよね。で、また、3日空くのか。3日空くにしてもまた、もうすごい過密日程で。おい、詰め込んだなっていうね、感じの。これどうしたよっていうような 感じなんですけど、結構厳しいんですよね。なので。んで、チャンピオンズリーグなんですけど、今回バイエルンやって、開幕がセルティック戦だったので、セルティック戦はこれ取らずに、次のバルセロナ、取ります。なので、ちょっとだけ、次回変則になるかな。なりますね。はい。ちょっと日程が、進んでからの試合になるかなって感じですね。OK。んじゃあ、バイエルン戦やっていきましょう。はい、じゃあやっていきまーす。いや、おお、まさかの、そんな速攻を奪うなんて。いやー、主導権握れるか？ ス主導権握れんのかな？主導権握るとかって考えない方がいいかもしれないけども。ノイアーまだ出てんのか。すげえな。ノイアーっていつ引退するの、ゲーム。なんかブッフォンが50歳ぐらいプレイしてるのは見たけどな。まあ、ゴールキーパー息長いですからね。あ、なんかツイッターでね、ツイッターか。ツイッターだったかな。パリが日本に来たじゃないですか。プレシーズンというか、日本ツアーで。で、カズ選手が、日本のこう、サッカーの代表みたいな感じで、お祝いじゃないけど、呼ばれたんでしょう。で、ツイッターで、さすがに、カズがいつまでもそこのポジションにいるのは間違ってないみたいな。4部の選手よっていう。まあ確かになーって思っちゃった。もう、本人も断らないとダメだよね。違う選手を呼ぶべきだよね。確かにもうちょっと年齢とかいろいろ考えたりやってるリーグとかも、しかもほぼほぼ怪我で出てないしね、今シーズンも。考えたらもうね、違うよね。お、やっべ、嘘。おしゃれなシュート決められたな。
でもなんかツイートしてた人の気持ちは分かった。まあ分かるなと思った。さすがに。さすがにだなっていう。呼ばれてるのにもびっくりしたけど。あ、そうかと。まだ数を呼ぶんだなって。そうやったらまだサッカー好きの芸能人呼んでみたいな感じの方がいいし、ちょっとさすがにね。いい守備してるんやけどな。パスは繋がってるかな。出てないっしょ。いやー、あ、出てるわ。くそ。ガー、微妙だな。もうちょっとワンテンポ遅れたらって感じだったな。Has the strength to hang on to it. Bissouma. Now Kimmich. Ooh, yeah, but. Ah, this is heavy. Well, a second goal for them here. Just 2 点目なのシュートは止めれないな。予想してなかったな、あれは。きついな。いや、ずれた。普通に考えたら、まあ、こうなるよね。戦力とかスタメンのこと考えたら、こうなっちゃうか。ハンドちゃうかって一緒思うんやけどな、今も。無理だ。無理だ。もうスピードで追いつけない。いやー、ちょっと集中力がなくなってきたな。あれか、バイエルンズスポルティングみたいな 8-0 とか 8-0 だったっけ、1点と返したっけな。うまーいね。 8-0 とかになるかな。いや、マジなんで裏に抜けんと止まる。俺裏に抜けるに設定してないっけな。してると思うんやけどな。止まっちゃうな。うわ、怪我したし、もう泣き面に蜂。いやー、交代したけども。いや、足につかねえよ、ボールが。なんでシンプソンに変わらない。ダメだな、こりゃ。レベルが違いすぎる。Yeah, he's been well marshaled so far,
but he hasn't worked the defenders or the goalkeeper hard enough. He's got to impose himself on this game, otherwise...はい、後半やっていきます。まあ選手交代は前半に怪我したドイルとこにマッコを入れたぐらいで、あと変えてません。もうなんか試合展開見たら別にもう変えなくてもそんな慌てていいかなっていう、もう若干諦めてます。もうね、よし、 OK、 1点返した。いや、まだいけるぞ。切れてるな。まあ、いやー、うーん、1点がなんか限界っぽい気がするな。いやー、うまかった。パスも良かった。アルプはあれですね、成長見せてますね、フルス相手にね。Palinha. The ball with Zabica. Leroy Sané. And sent in by Sané. Pretty comfortable piece of defending. And we very much hope you'll join us for more live Premier League action on EA TV.まあこういう感じでオープンスペース使っていかないと無理だな。え、マッコいいよ。いやー、くそー、無理にそこにパスしなくてよかったけどな。今な、結局相手ボールになっちゃうからな、バランス崩すから。自信なさげに手上げてんじゃねえよ。で、え出てなかったか今サイドの時に。ほんまか、なんかちょいちょい怪しいよな、出てないんか。でもゲームやもんな。あ、惜しい。クームスは1点が遠そうですね。リーグ戦出してあげた方がいいんかな。1点取ればね、多分ね、ポン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 って多分取ると思うのよね。あっちゃ、ちょっとミドルというか決まりすぎちゃう。タッチラインが分かりづらすぎて、出てるか出てないか全然分からん。見えづらすぎるここ。いやー、マジ、いやー、ちょっとひどいな。クムスダメだな。絶対ハンドやと思うんやけど今。ちょっとクームズダメですね。ちょっとほんなにパスひどい69でしょ。そんな悪くないと思うんやけどな。クームズダメだな。
from that position. Yeah. Christian Caceres Jr. ポジションはいいんやけどな。And you need your defender to take charge. He takes aim. うわ、ナイス、素晴らしい今の。He's found the net. Joy unconfined. まっこい。初ゴールじゃないですか。当たってコースかあったっぽいけどな、なんか。Well, here it is again. He hits this so sweetly, doesn't he? That's a brilliant goal from a top-class player. いやー、変わってないわ。すごい。ブレ玉だな。ちょっとブレてるな。Well, they've decided to make a change. さあここで選手交代して。So the current scoreline, 4-2.Gabriel Bissouma now with Tolisso Marcel Zabica. This season, just a little bit of a mistake. I don't know. I think the referee was spot on there. A free kick in the end after he had attempted to play advantage. 10 minutes to go. Yeah, そこのミスか。せっかくマイボールだったのに。Alfonso Davies crossing opportunity and just losing control of the ball and it will be a throw-in. Guy.Smith. Really nice ball. よっしゃ、わからん。わからん。このパスが良かったわ。これはわからんぞ。Smash it as hard as possible. What a good goal.よし。あれ、それをリーグ戦でこう、もうちょっと出してくれればいいんやけど。いやー、全然わからなくなったよ。いやー、でもまあ時間がな。It's with Gabriel. Bissouma. And there to intervene. いい、マジか。Very quick thinking there. おー、何今の。どういうことよ。Can he play it in? Leroy Sané. Well timed tackle. いや、もうワンプレーさせてくれよ。いや、負けたか。いや、でもよく追い上げたな。あの状況から3点取れると思わなかったな。His performance in this particular game will have impressed many people, Stuart. Well, I have to say, that was impressive. Not just his goals, but his all-round play. He was excellent. はい。まあ、負けましたけど、マッコイがゴール決めたりとか、まあ、悪くない、ね、感じだったかなと思います。マッコイゴール決めて、アルプも、2ゴール決めたりとか、ね。なので、
まあそこまで、なんだろう、ネガティブになるような内容でもなかったし、うん。まあね、バイエルンに3点取れた。で、なんか追い詰めたっていうことを考えれば、全然プラスに考えて、まあ次回の、まあ最後のね、バルサ戦、挑んでいけるかなと思うので、まあすぐにね、バイエルン戦あるので、ここは動画にならないですけど、このセルティックと。まあこの2試合で、もう上がれる、決勝トーナメントに上がれるような状況になっとけばね、一番いいので、うん。なのでまあ、この2試合頑張っておきます。んで、次回は、この、リーズ戦か。リーズ戦取って、んで、で、まあ、まあ、すごい日程変わるんだろうから、あれなんですけど、次、まあ、この、うちの、4試合になるんかな ?3 試合になるんかな?ちょっとわからないですけど、日程変わったらね、なんですけど、まあ、どこか一試合取って、って感じでやっていきたいと思いますので、うん。はい、じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね。バイバイ。